神田公平神田公平から1898年7月5日は、江戸時代末期から明治時代にかけての日本の洋学者、政治家、男爵、号は淡がけ、元は意味名を、もうとむ、通称公平と名乗っていた。兵庫県令文部省有、元老院議官、貴族院議員を歴任した。岩手旗本、 竹中家家臣神田門を明の側室の子として、美濃国府和軍岩手村に生まれた。牧善助、松崎高道らに官学を、杉田聖慶、伊藤原木に蘭学を学ぶ。文久二年、幕府番書調べ書教授となり慶応四年三月四日には、道東踊に昇進。江戸会場後の明治元年に、明治政府に一等役官として昇聘される。明治四年十一月二日に、 兵庫県令に就任し、明治9年9月3日まで務める。その間、明治3年頃より基礎改正を権利するとともに、農民の土地売買の自由を唱えるなど当時としては、画期的な提案を行い、同8年の地方館会議では、幹事役を務めて、後の公選民会の実現に貢献する。明治7年に、元老院議官、明治23年に、 貴族院議員に選出される、同年10月20日、近景観志向となる、明治31年、死に際して男爵に除任される、脊髄病のため死去、ありがとうございます。